早速重大な質問です。おっぱいの間に鉛筆が挟まらない人はブラジャーが必要ないらしいです。そうなると女性の半分以上がノーブラで待ち合わることになります。このことについてどう思いますか。貧乳でもブラジャーは必要だと思いますか。よかったら答えてほしいです。なるほど。まあ正直そのおっぱいが全てじゃないっす。間違いないっす、うん、僕別にそのそこ見ないんで。巨乳好きの人いますけど、うちのメンバーにもいますからね。うちのメンバーにももう某白浜アラン言っちゃってるよ。フルネームしかも逆に丁寧いますけど、はい、別に女性はね胸が全てじゃないっすから。そこじゃないですからやっぱ女性は、うん、逆にどこと。どこ顔っすか。いや顔すかって聞かないでそのハテナで僕に言わないでいやでもやっぱ性格じゃないですか。やっぱあー逃げた。はい悪いね。いやでも本当にそうじゃないですか。まあ最終はね、最終的には、うん、まあでもやっぱでもあれらしいですよ。なんか長年知ってて性格が好きで付き合ったカップルと、一瞬顔だけ見てお前のことめっちゃ好きだわってなって付き合ったカップルだと、一瞬見て付き合ったカップルの方が長いらしいですよ、付き合ってる期間って。マジで人間やっぱり顔なんですって。まあ、結局ね、はい、男前と美人が勝つんですよ。そうっす。なんか精神、なんかその人の心理的なあれでやったらしいんですけど、やっぱりこう性格だけだとどうしてもぶつかっちゃう時とかあるじゃないですか、まあね、そうした時にお前なんてってなるらしいんですよ。でもやっぱ顔を見てパッと見好きになった人ってやっぱり、いやでもやっぱお前好きだわってなって長く続きするらしいです。なんだよこの世の中、本当バランスだよ本当に。はい、じゃあ歯抜かない方がいいんじゃないって。いやいやいや、そんなことないですよ。だって1週間後には元に戻りますからなんなら1週間の間だけ超ブサイクになりますから僕。やばいね、ちょっと楽しみだわ。だからブログ更新しないの僕1週間もう絶対マスクして、こう、そうマスクして顔隠して、あとでも冷えピタ必須らしいんですよ。ここにほっぺの横にやっぱ腫れて熱持っちゃうらしいんで。ああ、なるほどね。炎症起こしてるけどね。しばらく意味わかんない顔になってるんで、僕本当にメンバーにもあんま顔見せたくないなと思って。なるほどね。ネガティブすぎだね。いや本当に腫れないことを祈ってます。てかあれなんですね、鉛筆挟まらないとブラジャーいらないんですね。意味わかんないですもんね僕からすれば。びっくりした。ブラジャーつけたことないんで。それはねえだろ、はい、つけてたら逆にびっくりするわだからなんかわかんないですよね、なんかそこの基準が、ね、でもやっぱ胸がない方でもやっぱつけてた方がいいと思います僕。うん、女性はね、まあ、外す楽しみみたいなのもありますからね。男性からしたら僕そういうのやったことないんでわかんないですけどこの辺にしとこう。